地球の大気とガス航空宇宙とは、大気圏や宇宙空間を飛行するための科学、工学、事業分野における人類の取り組みである。航空宇宙機関や企業が、航空機や宇宙船の研究、設計、製造、運用、維持を担っている。航空宇宙活動は多様であり、数多くの商業的、工業的、軍事的利用がなされている。航空宇宙は、 領空とは異なる。領空は地上のある場所の直接上にある物理的な空間のことである。地球の大気と宇宙空間の境は物理学的に大気圧が極めて低くなる地点と定義され地上1 0 0キロメートルとされている。ほとんどの先進国で公的機関と民間産業が協調して航空宇宙産業を形成している。いくつかの国には 政府からの公的資金が投入されている民間宇宙機関がある。そのような民間宇宙機関の例は、アメリカのアメリカ航空宇宙局や、ヨーロッパの欧州宇宙機関、カナダのカナダ宇宙庁、インドのインド宇宙研究機関、日本の宇宙航空研究開発機構、ロシアのロシア連邦宇宙局、中国の中国国家公典局、イランのイラン宇宙機関、 パキスタンのパキスタン宇宙構想大気研究委員会、韓国の韓国航空宇宙研究院などである。これらの公的な宇宙計画に加えて多くの企業が宇宙船や人工衛星といった技術的手段や構成物を作り出している。宇宙計画に参画している企業にはアメリカ合衆国のボーイング、エアバスグループ、ロッキード・マーティン、ノースロップ・グラマン。 カナダのマクドナルド・デッドワイラー、欧州連合のエアバス・ディフェンススペース、タレス・アレーニア・スペース、ロシアの SP、コロリョフ・ロケットスペース・コーポレーション・エネルギアなどが含まれる。これらの企業は航空機の製造のような他の航空宇宙にも携わっている。詳細は航空士及び宇宙開発の年表を参照現代の航空宇宙は1799年に ジョージ・ケイリーによって始められた。ケイリーは固定翼と水平尾翼、垂直尾翼を持った航空機を提案し、現代の航空機の特徴を定義した。19世紀には英国航空協会、アメリカロケット協会、アメリカ航空科学協会が設立された。これらの機関の活動により、航空学はより本格的な科学分野へと発展した。 夫リリエンタールは1891年にキャンバーのついた翼型を導入した人物でグライダーを用いて空力を研究した。ライト兄弟はリリエンタールの研究に興味を持ち彼の出版物のいくつかを読んだ。また、飛行家で飛行機械の進歩の著者であるオクターブ・シャヌートもライト兄弟に情報提供や励ましを惜しまなかった。ケーリー、リリエンタール、シャヌートや 他の航空宇宙技術者の先行的研究の積み重ねの後、ライト兄弟は1903年12月17日にノースカロライナ州のキティホークで世界初の有人動力飛行を成功させた。戦争やサイエンスフィクションに触発されたコンスタンチン・ツヨルコフスキーやベルナー・フォン・ブラウンのような専門家が大気圏外への飛行を達成した。 1957年のスプートニク1号の打ち上げによって宇宙時代が始まり、1969年にはアポロ11号が初の有人月面着陸を達成した。1981年にはスペースシャトルコロンビアが打ち上げられ、定期的に人類が衛星軌道上にアクセスできるようになった。1986年のミールによって、 そして続いて国際宇宙ステーションによって衛星軌道上に人類が滞在できるようになった。宇宙の商業化や宇宙旅行はさらに最近の航空宇宙の焦点である。詳細は航空宇宙産業を参照航空宇宙産業は航空機、誘導ミサイル、宇宙船、航空機のエンジン、推進装置や関連部品などを製造するハイテク産業である。 航空宇宙産業の大部分は政府向けの仕事を対象としている。アメリカ合衆国政府はすべての納入業者に刑事コードを割り当てている。これらのコードによって航空宇宙産業においてそれぞれの製造業者同士であったり修理機関、その他の重要な流通業者を特定することができる。航空機部品産業は航空宇宙産業分野からの中古の航空機や 部品の販売から誕生した。アメリカ合衆国内では、仲介者や転売人が守らなければならない、詳細な過程がある。これには、航空機を検査し、部品にタグをつける認証された修理工場に資金を融資することを含む。この認証は、部品が OEM に適合するように修理され、検査されたことを保証する。一度、部品が検査されると、その価値は、 航空宇宙産業の需要と供給で決まる。航空機が地上で修理されるとき、その航空機を稼働できるようにするのに必要な部品は高価になる。これにより市場に特定の部品が流通するようになる。航空機部品の商品を売るのを支援するオンライン市場もある。航空宇宙産業と防衛産業において、ここ数十年で多くの合併が行われた。 1988年から2011年の間で世界中で6068回6780億ベドルに相当する M&A が行われたと発表された。最も大きな取引は2011年にユナイテッドテクノロジーズがグッドリッチを162億ベドルで買収した取引。1999年にアライドシグナルが156億ベドルの株式交換で 買収合併した取引、1996年に、ボーイングが134億米ドルで、マクドネルと併合した取引、1999年に、ブリティッシュエアロスペースが129億米ドルで、ゼネラルエレクトリックの子会社である、マルコニエレクトロニックシステムズを獲得した取引、1997年に、レーセオンが95億米ドルで、ヒューズエアクラフトを獲得した取引である、 世界の民間航空宇宙産業が盛んな地域には、アメリカのワシントン州、カリフォルニア州、カナダのモントリオール、フランスのトゥールーズ、ドイツのハンブルク、ブラジルのサンジョゼドスカンポス、メキシコのケリタロ州とメヒカリなどがある。アメリカ合衆国では、アメリカ国防総省とアメリカ航空宇宙局が、航空宇宙の技術や製品の二大顧客である。 その他には非常に大きい航空機産業を含む2006年の時点で航空機産業で47万2000人の労働者が働いていたアメリカの航空宇宙産業は主にワシントン州やカリフォルニア州に立地しこの他にはミズーリ州ニューヨーク州やテキサス州も主要な地域である航空機産業を牽引しているアメリカの企業はボーイングユナイテッドテクノロジーズ ノースロップグラマンやロッキード・マーティンである。これらの企業は熟練労働者の高齢化と引退により労働力不足に直面している。航空宇宙産業への人材供給を維持するためエアロスペース・ジョイント・アプレンティス・シップ・カウンシルのような実習プログラムが実施されている。エイジャックではワシントン州の航空宇宙産業の技術者とコミュニティ・カレッジが協力して新たな 製造業従事者の育成を行っている。ロシアのオブロンプロムや統一航空機製造会社のような大きな航空宇宙企業はこの産業において世界で大きな役割を担っている。かつてのソビエト連邦も航空宇宙産業の主要な地位にあった。欧州連合では航空宇宙産業の技術や製品の主要顧客である欧州宇宙機関があり、エアバスグループ、 米システムズ、タレスグループ、脱走グループ、ソブとフィンメッカニカのような企業が世界的な航空宇宙産業や研究活動を担っている。イギリスは以前は自国の航空宇宙産業を維持しようと試み、自国の民間航空機や軍用航空機を作っていたが、後に航空機を主に他国企業と共同開発、生産するようになったほか アメリカ合衆国のような国からの輸入も多くなった。しかし、イギリスには、ベシステムズという世界第2の防衛受け負い業者が存在し、とても活発な航空宇宙分野を持っており、ヨーロッパにも世界にも航空機の完成品、航空機部品、航空機関係の反製品やサブシステムを製造し、その供給先はヨーロッパだけでなく世界の製造業者にわたっている。 フランスは自国の空軍、海軍のために戦闘機を作り続けてきた。スウェーデンは特に中立を守るため自国の空軍のために戦闘機を作り続けてきた。他のヨーロッパの国もトーネード、ユーロファイタータイフーンのような戦闘機を共同で開発、生産するかアメリカから戦闘機を輸入した。カナダはかつては独自の設計の軍用航空機を 製造していたが、数十年の間、これらのニーズはアメリカからの輸入によって満たされている。しかしながら、未だカナダは戦闘機を除く軍用機を製造している。インドではバンガロールが航空宇宙産業の中心地であり、ヒンドス対航空機、国立航空宇宙研究所、インド宇宙研究機関の本部がある。インド宇宙研究機関は、インド発の月探査機、 チャンドラヤーに1号を2008年10月22日に打ち上げた。パキスタンは発展途上の航空宇宙産業を持つ。パキスタン国家技術科学委員会カーン研究所、パキスタン航空複合体はこの分野の研究や開発に関与している主要な組織である。パキスタンは誘導ロケット、誘導ミサイルや宇宙船を設計し製造する能力を持つ。 カムラ市にはいくつかの施設を含む PAC の本社がある。この施設では MFI-17、MFI-395、K-8、JF-17 が製造されている。パキスタンは兵器や兵器でない無人航空機を設計し、製造する能力をも持つ。中華人民共和国では北京市、西安市、西都市、上海市、信用市、 南昌市が航空宇宙産業の研究と製造の中心地である。中国は軍用機、ミサイル、宇宙船を設計、試験、生産する力を発展させた。中国は1983年に Y-10 の実験をキャンセルしたが、その後も民海航空宇宙産業を発展させ、RG21 が2016年に就航する予定である。機能安全は、 システム全体、または一部の装置の一般安全性の一部に関わるものである。機能安全によってシステムや一部の装置を適切に、かつ危険、リスク、損傷、負傷を起こすことなく制御することができる。機能安全は航空宇宙産業において非常に重要である。機能安全が妥協や怠慢を許さないからである。この観点において 欧州航空安全機関のような監督機関は厳しい認証基準を持って航空宇宙市場の取り締まりを行っている。これは可能な限り最も高い安全性を目指し確実なものとすることを目的としている。アメリカ合衆国の AS9100 企画、ヨーロッパの AN9100 企画、日本の JISQ9100 企画は特に航空宇宙産業や航空機産業を 対象としている。これらの品質マネジメント企画は、航空宇宙輸送機の機能安全に適用されている。ゆえに、それらの基準を守ることを確実にし、証明するための、認証、監督、検証、航空宇宙輸送機や、スペアパーツのテストを専門とする企業もある。航空宇宙の分野からは、技術のスピンオフが発生することがある。例えば NASA では、 スピンオフは NASA によって生み出された、または他の目的のために再設計されたコードや製品の直接の結果である技術を指す。このような技術進歩は航空機産業の最も重要な結果の一つであり、スピンオフである技術からコンピュータ、携帯電話を含む52億米ドルの価値が生み出されている。これらのスピンオフは機械、交通、エネルギー、日用品、 公共の安全など多くの異なる分野に応用されている。NASA はスピノフスと呼ばれるレポートを毎年出版し、どのように投資が使われているかを強調して多くの特定の製品や前期の分野に与えた恩恵に言及している。例えば、直近のスピノフス2015では内視鏡が航空宇宙の業績由来のものとして特集された。この装置によって入院が短く済む。 低診習治療をすることを通じて、手術の複雑さを減らすことにより、より正確に、より費用対効果の良い神経外科手術が可能となった。ありがとうございます。